カズゼンさん、初見ありがとうございます。可愛すぎて興奮してます。待って、すっごいマスクしてるけど大丈夫そう？大丈夫。そう、マスクしてるからもう本当にきつい。まあ、全然外してもいいんですけど、ノリでマスクでやっちゃってた。なんかなんて言うんだろうな、もうそうずっとマスクつけてるんですよ。なんかあのダンスというか踊ってる時もずっとマスクつけてるんで、本当にもうあのコーチ合宿みたいになってる。本当にコーチ合宿っていうか、なんて言うんだろう、いやめっちゃ苦しいです。もう本当オープニングをやっただけでめちゃめちゃ息がもう苦しい。でも全然ここマイクを外すと全然いけるんですよ。そう、ほんとめちゃめちゃ強くなると思うけど、なんならもうなんかすごい、最初はね、最初はっていうか最初は一回ちょっと前にね通したりした時はもうみんなね本当に苦しいって感じだったんですけど、割と慣れてきてるかもしれないこれに。そう、うん、ほんと修行。こうちゃんってこうちゃん、そう高いあの山でさやるやつ、トレーニングとか、息吸いにくいマスクつけてするやつあるじゃないですか。本当にそれ、本当メイクマスクに持っていかれる。私ねメイク、劇場じゃない、なんだっけ、ステージの時はメイクするんですけど、でも普通にメイク、普段はまあメイクしないんですよね。あ、そうそう、暑いんですよ。暑いし、なんかこれがずれて、神経質なんて言うんだろう、これずれてすごい気になっちゃうし、すんごいもうこれあるだけで酸素が回らなくて、なんか普通の振り入れとか振りを教えてくださる時も全然頭に入ってこないってみんな言ってる。そう、本当に全然ね内容が入ってこないんだよね。TSU さん、かわいいスタンプありがとうございます。酸欠で食べれない、本当にそれ、ほんまにそれ。今度家帰ったら餃子しようねと思うから。最近9時には布団に入ってる場合、健康体すぎ。いや間違いない、それは。ヒョンミンさん、だるまありがとうございます。そういうタイプのマスク表裏あるの最近知った。え、マジ？逆に変に見えない、こう鏡見た時。ツーさんで会った。ああ、みゆちゃんみたい。そうなんです。だからすごくすごい普通にきついけど、めっちゃ鍛えられてると思う。うん、なんかもうこの辺がもぞもぞしてすごいマッサージしたくなるよね。マスク、ほんとマスク早くもうしない時代が早く来てほしい。私マスク苦手なんですよね。苦手っていうか、まあ、ずっと してるのもいいけど、学生時代とかもしてたけど、なんか安心するからけど、なんかすごいきついよね。だからそもそも家からあんま出ないんです。
とか、あの人が本当に人がいない通りを選んで歩いて、ちょっとこうやって空気を吸ってみたりとかしてます。耳痛くない？耳はね、もう慣れたね。そう、慣れた。山立さん、レインボースターありがとうございます。手首、そう、これはでも私はレッスンの時に髪は結ばないんで、そう、ユニクロのマスク全然見えたくない。ちゃんとあれですか、ウイルスは通さないやつ。ティフンフィッフィッティフィッティって何？マスクも痛くない。ないんだろうそれ。たこ焼き、40分、本当に。本当に、だからレッスンは本当にきついよ。本当、もう酸素が回らなくて、めちゃめちゃ、なんて言うんだろう、すごい、こう、本当にコーチトレーニングしてる感じ。って言ってた、みんなで。いや、これ、コーチトレーニング、コーチトレーニングって、なんか、あの、山にね、山とか、ちょっと高い場所にある建物、高い場所っていうか、ちょっと酸素が薄い場所とか、酸素が薄い、こう、薄くなるマスクをつけて、トレーニングをするって言ってたんだけど、本当にそれすぎて、私、みんなもう本当に何ヶ月か前なんですけど、本当にそう、なんかさっきで連絡取ってる、え、めっちゃ取ってる。汚れさんハートありがとうございます。本当スタミナついてると思う、みんな。けど本当にレッスン後の疲労度がなんか、あの普通のレッスンより全然疲労度がねすごいと思います。そうそうそう、でもほんとみんなマスクつけてるから、すごい、すっごい、なんか終わった後もすんごい疲れてるみんな。うん、そう。でも割と割とね、割と熊本メンバーとね、まあ、大体いる、ずっと一緒にいるんですけど、熊本メンバーは割となんか本当にもう、なんて言うんですかね、すっごい笑ってるから、そう、すっごいみんななんかいろんなことではめちゃめちゃ笑うから、すごいなんか気持ちが明るくなるって、すごい嬉もうね、ありがたいです。ずっとなんか笑ってる、笑い疲れる、逆にそのぐらい笑ってるね。コーチトレーニング、いや本当に本当にコーチトレーニングしてるレベル。びっくりドンキーに行ったことがない。え、ドライブ行きたい。きな、カントマ、え、ジェフルですか？そうなんだ、え、九州、え、カントマあるの、ジェフル。で、あ、なんか2店舗って感じ。2店舗あの、なんか東京にとか関東に上京してきた九州民が行きたいからみたいな、そういうことじゃない恋しいからみたいな、そういうことじゃなくて、撮影もの、なんだろう、写真とか。九州山口だと思ってました。山口ゼレナさん、バラありがとうございます。え、でもジョイフルって何ってね、あの九州以外の人に言ったら、え、ジョイフルって何って言われる。で、え、サイゼだろうって言われるジョイフルとサイゼって感じ。そう、サイゼかジョナサンだろうみたいな言われる。サイゼが、うん、ジョイフル、ジョイフルは本当に本当になんか割と集まる、集まるとなるとジョイフルだね。そう、地元で、地元とかもちょっと集まるってなっても、なんかちょっとご飯食べようってなっても、ファミレスが行きやすいから、結局ジョイフルが周りにたくさんあるから、ジョイフルに行っちゃうよねって。
かんない。え、結構じゃあるんだ。西日本は、あ、西日本はジョイフルなの？関西はどうなん？関西ってジョイフルあるの？九州にしかないと思ってました。あんまりないよね。確かに。愛知ですが、最寄りのファミレスはジョイフルです。愛知にもあるらしいよ。福井は潰れましたって。でも確かになんか、店舗減らすみたいなやつで、バーって減ったよね、一回。そう、大分発祥です。ジョイフル。ジョナさん、九州ない。ジョナさんって見ないね、逆に。だけど、東京に来た時に、なんかジョナサン行くみたいな、え、ジョナサンって何って思って、でメンバーと前行って、あーなんかまあジェフルみたいな感じねみたいな。ほんと佐賀にはジェフルいっぱいありますよ。もうめっちゃジョイフル、なんなら友達のストーリー見てもジョイフルいる。違う店舗のジョイフルみたいな。ジョナサン、え、本当にジョナサン見ない。そのメンベの割れ線みたいなやつが売ってあるんですよ、レジに。え、そう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 。なんかメンベのなんかちゃんとした、本当は丸いじゃん、うん、でちゃんとしたやつじゃなくて、なんか割れた架け橋みたいなやつがいっぱい お得用のやつで売ってある。それがレジ横に置いてあるの、お菓子と一緒に。九州東京、いや、わかるでしょ。ジョナサンじゃない、ジョイフル行って、うん、九州で行ったことある人みたいな、絶対あるから。メンベイの割れ線のやつ。そう、宮崎県もファミレスは上昇ないし、九州はね割と、うん、どこにもある。九州ファミレスといったらジョイフルだもん、だって、うん、そう。ジョナサン関東にしかないみたい。あ、ジョナサンは逆に関東にしかないんだ。へえ、宮城もジョイフルはテンション上がる。へえ、そうなんだ。あ、ガストでな、あんま行ったことないかも。行ったことある？これもあんまりない。ないでしょ。ジョイフルしかない。いや、本当ジョイフル。本当ジョイフルしかない。本当に。本当は売ってないやろね。九州だけじゃないですよ。メンベがね。メンベの。売ってあるの。大きい袋に。そうそう。割れちゃったからお得用で安くで買える。そう、訳あり商品みたいな。でも全然味はそのままだから、めっちゃ美味しい。九州ガスト少ない。ガストってあんま見なくない？ あるあるっちゃあるけど、そんなジョイフルに行き慣れてるし、美味しいし安いし、行っちゃうね。隣はカレンですか？反対側にカレンちゃんがいます。すっごい顔赤いんだけど、まあ、照明のせいか。一人で入れるか。入れます。さすがに入れる。うん、全然入れる。みんな、なんか受験の時期とかみんな上手。ああ、わかる。勉強。そうそうそう、夏休みの課題とかするためだけに、ためだけっていうか、友達と集まりたいし、ご飯食べたいし、スイーツ食べたいし、勉強したいしってなった時、全部ジョイフル。ジョイフルあるからガスト意外やな。確かに、カレンちゃんに好きですって伝えて。だって私の親友私の親友来てんの、よく来るの、ショールームに見てる。です。ほんと安いんだよね。安いしさ、美味しいしさ。何が好き？ミスさん、え、いつもペッパーハンバーグの和食セット食べてそう。イメージが、これがチーズハンバーグ。絶対和食セットやな。なんか洋食セットも最近頼むけど、うん、洋食セットパンになったじゃん。そうね、だからパンをご飯にして、サラダあるじゃん、うん、サラダとパンをご飯にしたやつとを食べたりする。洋食はもうご飯しか買たない。わかるわかるわかる。あとちっちゃい子、漬物残しがち。あるね。そう、焼酎。あとなんかスープ、コーンスープ。ああ、あるね。
スープバー、うん、スープバーいいよね。そうなんです。そう、牛丼屋行かないんですけど、行ったことない。そう、なんかすき家行ったことない。すき家と松屋じゃない、なんかありますよね、吉野家と松屋みたいなやつ。私松屋行ったことない。すき家とか牛丼屋さん行ったことないな、カレンって言って。マジ本当。でもミスターが今日めっちゃ美味しそうなやつ食べて。そう、すき家のすき家のあの高菜明太マヨ牛丼。あ、本当にこれしか勝たんよ。本当これしか勝たん。ゆずさん、ゆずちゃん、初見ありがとうございます。そう、そんな感じ。夕食セットって美味しそうですね。夕食セットは、食べてる。結構食べますから。そうなんです。食べます。ご飯とサラダ、もりもりのサラダと、あとドリンク付きもいいけど、私はスープ付きのがちょっと安いんですよ。スープ付き頼むと。そう、だからスープ付きを頼んで、夕食セットでのドリンクバーを頼む。90の牛丼屋さんって感じのとこないよ。うん、好きや吉野家は全国展開じゃない。うん、全然ある地元。確かに全然ある。カレちゃんドリンクバーで何食べる。あんまりドリンクバー好きやな。嘘。うん、あ、でも今最近は水で済ませちゃう。うん、か友達が来るときは、うん、ドリンクバーでいろんなのをついでいって元取ろうと思っていろんな本当にいろんなのを、ま、持っていって混ぜて飲んだり、うん、え、これなんやろうっつって、なんかなんだっけな、トニックウォーターだっけ、なんかそのなんか味がない炭酸みたいなのあるやん。味がないちょっとガチの炭酸をついで、うん、はい水っつって友達に持っていたり。そう、元は絶対取れないよあれは。ジョーク、スノーさん、レインボースター、ありがとうございます。え、わかる全部混ぜてた全部入れて抹茶って言うのそうそうそう、抹茶あれ意外と美味しいとかもあるコンの県民賞福岡やるみたい。え、そうなんだ、いいな、出たいな出たいね、県民賞なんてお得意のお得意よ。うん、やーが出るんじゃない絶対やで。23区内だと赤坂にジョイフルあるよ。赤坂ってどこ。うん、誰もいないんだけど。びっくりした。ごめんごめん。しかない、誰もいないわ。そう。赤坂ってどこ？エイトメンバーで県民賞いいよね。なんか福岡編とかだったら福岡メンバーが出てみたいな。うん、なんかちょっとそういうレギュラーっぽい感じにさなったらすごい、もうチームエイト。ですみたいな、チームエイトがたくさんこう広まりそう。もっと。ガチャピン T シャツさん、初見ありがとうございます。あとジョイフルのなんかガトーショコラみたいなの美味しい。本当に美味しい。あの、お抹茶パフェのお抹茶パフェの小豆抜きが好き。お抹茶パフェない？わかんない。お抹茶パフェって言って抹茶の抹茶アイスが乗ってて抹茶のゼリーがあってちょっとうわびっくりした。はい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 、はい、お邪魔します。お邪魔されます。こんにちは、 AKB48 チームメイト徳島県代表のちゃんと初めていただいた。あ、こんにちは。え、じゃあみも移動したい。そっちこんにちは、こんにちは、
んだけど。キャッチフレーズやって、キャッチフレーズ言うから。今からエールちゃんなんよ。おるよな、全然いらん、いらん説明する、いらん情報言うやつ。え、聞いて、今から携帯見るよ。見る絶対いらん。え、いいの？今からマスクつけてみる。マジか。今からさ、飲むけどいい、ピースするけど大丈夫。え、ごめん、マジ、え、やばくない？ピース2口目飲むから、みんな聞いて。フロンジュ2口目飲むからいい。え、めっちゃ飲むやん。え、2口は飲みすぎじゃない？いや、ほんと飲みすぎだよ、うん、ちょっとやめてきな、やめた方がいいよ、うん、やば。ゴクってして、今からあーって言うけど大丈夫？あー、うめぇ。誰か分かったかな、みんな誰か分かったかな。こうやってやったら遠くない？いや、でも入って瞬間に自己紹介しちゃったから、恥ずかしい。恥ずかしい。この部屋入ってきた瞬間が、こんにちは、AKB ファイトリーとチビと徳島県代表のハルバティキです。こんにちは、皆さん元気ですか？あ、分かってる、分かってる、あ、分かった、分かってる、分かってる。こっち分かったかな。その髪色はハツねえ。え、なんかさ、私の前だけモザイクかかってる。あ、そう、なんかね、これ、あれ、この前からショールーム、うん、ミスターの顔だけモザイクかかる衣装になったらしいよ。そうなんだ。そうだよ。え、それは聞いてない。それはさすがに言って、先に。なんかこれドッキリグランプリのやつなんだって。あ、マジか。そう、これドッキリ、今。そうなんだ。疲れた。怖。マジでさ、え、今からしゃがむから音聞いてて。うん、え、よく言うね、あのさ、あれでやってたよね。あれでさ、バキバキバキって言ってさ、あの曲でバキって言ってたよね。これあーそう、こうやってさ、曲の時は聞こえないけどさ、みんなでさ、あの合わせてやるよって言ってきてさ、うん、もうバキバキバキって笑ったもん、あれ。え、しかもさ、なんか座るタイミングで割とバキって聞こえて、あ、ゆきちゃんだ。え、最近さ、もうこれでさ、バキバキって言うの。やばい、これでバキって言うの。やばいじゃん。あ、あれです、あれです。もう一回歌って。あれです、あれです。ここでバキって言うじゃん。こう、トゥージャーが会う時にバキって言う。で、一人で似合ってきてる。それがおもろくてさ。ハッツにおにぎりくっつけてあげて、どういうこと？どういうこと？作ってあげたいじゃなくて、あ、作ってあげたいだ。くっつけんな。くっつけ。中村さん、初回ありがとうございます。ゆきまるちゃんです。違うし、ふざけんじゃねえ。ふざけんじゃねえ。思春期。ふざけんな、お前。うぜんだよ。うぜんだよ。思春期。うぜんだよ。え、違う、マジ無理だよ。マジ無理なったっけ？なんか。ないよ。なんかうざい、うざい、うざい。あー、それだ。うざい。うざ。最高か、最高が。うざい。カズサ先生さん、誰もありがとうございます。ゆきちゃんです。今ドラムめっちゃやりたいんだよね。やりたい。わかる。あそこ。全然音出ないんだけど。そう、オンにしないといけなくない？どこ？ね、これって弾いていませんと。多分事務所のだよね。これ今喋った。何でも笑った。え？あ、バラバラ全部。
みんな。自分でエコーかけないでほしい。街のアナウンスや。今日は俺のライブに来てくれてありがとう。6万のに絶対いらない MC 怒られそう。絶対ないわ。はい、これ鍵かかってる。かかってるよ。はつかさんが飲み物タイムに入られました。みんな今から私がウーロン茶4口目を飲むけど大丈夫かな。イエーイ。あー大丈夫、じゃ飲みます。バームクーヘン。あ、バンドクモか。バームクーヘンしようって聞こえた。それでは聞いてください。歌だ。あのネタ配った。すげえ、ドラムうま。せーの、天のジャック。天のジャックバター、ほんと飛んだ。勉強しなさい、途端にやる気がなくなる。世の中を片付けなさい、散らかしたくなるなんてだろう。スマホいじりのやめなさい、朝まで LINE やってやる。塾を休んじゃいけません。なんだっけ。ピョン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 。ないかな、ドラムが弾きそうな曲。G5 とか。ああ。今なんかさ、音楽検索なんだったけど。はーい。どうもよ。歌っていいんだっけ？いいよ。いいの？エケベの曲は何でもいいよ。あ、いいんだ。だ。じゃあ行きますよ。あ、キーボード。ミスターのキーボードで。じゃあドラムやってきて、カレンちゃん。何歌う？何歌う？それだ。今日のライブメンバーを紹介したいと思います。確かに今日のライブメンバーを紹介してください。こっちでさ、こっちでさ、こっちでやればいいや。確かに今日のエボリマン。じゃあ私ここでヘッチと司会してるわ。なんでこう映りないもん。じゃあそっちでさ、バンドメンバーに見えるさ、こう鏡映したらさ見えるんじゃない。確かに流したけどさ、レディースね、エブリマン。いや、めんどくさい。ここでやって。どうぞ。もうやった。オッケー。え、映りなよ。はい。ちょっとこう。やっほー。どうぞ先生さん、ダルマありがとうございます。はい。じゃあ、今日のライブメンバーを発表していきたいと思います。まずは、ドラムのカレン。よしまーす。次は、キーボードのミサキボーカルのユキ&ハツカ。それでは今日はこのバンドメンバーで見守りやっていきましょう。みんな準備はいいかい。それでは聞いてください。え、何です。今日待って、おもくろくこんだけ盛り上がって始めると思ったら待って、何やったんですか。次の曲なんだっけ。次の曲何、次の曲なんだっけ。次の曲は、もう今日で解散となります。そうですね、そういうことで最初で最後の曲、最初の最後の曲聴いてください。あ、満足バッタ解散。じゃあ次は方向性の違いです。そうです。最後に皆さんで天のジャックバッターを歌って心を一つにしましょうね。はい、それでは歌いましょう。せーの、天のジャックバッター。天のジャック。ねえ、もうちょっと歌いやすい曲にしようよ。簡単なのにしよう。今日は何がいいですかね。何がいいかな。誰もリクエストをしてないみたいなんですけど、うちらに求めるものは何もないのかな。ないか。
習してちゃんと練習すな。ああ、でもミッサーなら絶対さギター持った方がいいよね。それはさあっちになかった。確かに。あれでしょ。でもこれ人のかな。怪しいからやめとこうよ。怪しい。さ向こうでさみんなが弾いてるやつなかった、なんか謎に。ああ。あとユースさんのやつじゃなくて。あれユースさん。ユースさんが持ってきてる気がする。バンド名は。雪初ミサカレーそのままダッサダッサ。ちょ先行ツッコミしたいんだけど、知ってる先行ツッコミって。あ、先にツッコミってやつでしょ。そう、先にツッコんでそれに対してボケる。だから神かよ。駅もうあの大丈夫終電。ちょっと待って下手すぎ。神かよ神かよ。いや押せよ。いや、押せよ。はい。ちょっと待って。いや、押せよ。何も頭回るんだけど。いや、それは、はい。押せよ、別に広くない。押せよ。押せよ。いや、それはドラマでしか見たことねえわ。え、ドラマだと続くの。好きだ、好きだ、好きだ。好きだ。よし。じゃあ、好きだにしよう。それだ。カレンちゃんのカンカンカンが光るよ。それだ。聞いてください。好きだ好きだ好きだ。あ、お願いしますよ。さ。せーの。好きだ。あのボーカル川原に変わって、じゃあアフガのドラムするわ吉田さん。引き笑いの最後無理なんだけど。え、から本気でね独学で勉強してたのよ。マジでも全然いい。ドラムがひどい。よかったですよね。何歌いますか次。なんか皆さん今回はあのリクエストだよな。はあ、なんかもうもう騒いだな。帰ろうか。ちょっと本当本当あの今の状況じゃステージに立てないよ。あ、今までありがとうございました。失礼します。こうやって最後にみんなでライブができて一緒の思い出ができたよ。 Thank you。 聞こえますか。聞こえますか。開いてる。いいね、ドラムやりたいわ。みんなでドラム教室行こう。みんなで、みんな、みんなで行ったらみんなドラムしかできない。バンドしよう、みんなで。え、バンド、そう、うちらのさ、なんだっけ、あれ、同い年でバンドやりたいねって言ってたよね、前。うん、ドラムやりたい。何ですか？携帯忘れてないですかね？え、わかんない。あ、あそこにある。あれ？お、すごい。カメラ初めて。え、これ映ってる？え？これ見てる？え、見てる？見てる？確認のしたなんか嫌なんだけど。見てる？見えてる？見えてる？え、まだ帰らん？見えてる。もう帰る。帰るか。帰るか。帰ろう。帰ろうよ。楽しかったね。今何時？
お、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 30分、適当に言うとあ、すごい。やってないけど。さあということで、ランキング読みまーす。ランキング読みますね。携帯めっちゃ。はい。おー。13位、ココさん、ありがとうございます。12位、どこやそこや、アットマーク、あそこやさん。どういうこと？ありがとうございます。11位、しゅんごさん、ありがとうございます。10位、けんちゃんさん、ありがとうございます。9位、白尺さん、ありがとうございます。8位、あめさん、ありがとうございます。7位、ツーリンダルマさん、ありがとうございます。6位、ゆうたさん、ありがとうございます。5位、ベリちゃん、かちょうさん、みさんの、ありがとうございます。4位、あねさん、みさん、せいこ、ありがとうございます。3位、ゆきひろさん、ありがとうございます。4みんさん。3位、ゆきひろさん、ありがとうございます。2位、よみさん、ありがとうございます。1位、ジョークスノさん、ありがとうございます。ちょっと待って、読んでないやつあるよね。山夏さん、ジョークスノさん、レインボーさん、カズト先生さん、だるま。よみんさん、だるま。かばけちさん、つーさん。リンゴリンゴリンゴさん、かわいそぶ、ありがとうございます。ということで、ありがとう。変な配信で すいません。楽しんでるだけの配信だった。はい、すごく個性的な配信でしたが、3800人の皆さん、本当にありがとうございました。大きに、大きにやって、大きに。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、ありがとう。うん。